こんにちは。ブレーナーズの小林です。今回のですね、キックスタートマイクラブ2018なんですけれども、これはですね、あなたもそろそろ会員制ビジネスをスタートしないかといったオファーになります。まあ、会員制というとですね、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、最もストックスなものはパーペチュアルといって、終わりのない、ずっと、例えば毎月なら、毎月コンテンツを提供し、そのクラブが永続していくといったものが最もポピュラーなんですけれども、まあ、かつてですね、パーペチュアル全盛の時代があったんですが、その後ですね、まあ、反応率の低下等がありまして、有期型、例えば3ヶ月だよ、例えば6ヶ月だよといったですね、有期型の、まあ、クラブなんかも出てきたんですけれども、最近ですね、英語圏の動向を見ていると、またですね、パーペチュアル型が復活してきていると。まあ、景気も良くなってきている証だと思うんですけれども、まあ、まさにですね、今が、会員制ビジネスモデルですね、これを取り入れる絶好のチャンスだと私は思います。まあ、大きく考えずにですね、毎月毎月、例えば1万円、2万円をいただくっていうところから、スタートすると大変だと思うんですけれども、もう例えば月々ですね、500円でも1000円でも2000円でも、そういった金額でですね、まずは実際に会員制ビジネスモデルをスタートし、そしてその運営を経験すると、そして塾の会費のように毎月毎月お月謝をいただく、これがいかにですね、あなたのビジネスにとってありがたいものなのか。毎月毎月借りに出るようにですね、今月どうしよう、今月は食べれるかなって考えるのではなくですね、まあ畑から野菜を、まあ持ってくるようにですね、毎月毎月必ずそこにあると、お金はそこにあるというビジネスモデルですね、これを導入することによって、あなたのですね、インターネットビジネス全般がもうかなり落ち着いてきます。そして、資金的に安定することによって、バカなですね、オファーに騙されることもなくなってくると思います。今回のですね、キックスタートマイクラブなんですけれども、初めての試みです。それはですね、今まで会員制サイトを構築するサイトですね、サイトツール、こういったものを提供、販売してきたんですけれども、今回はですね、もちろん、あなたの会員制サイトの構築っていうものにも、カバーをしていきますけれども、あなたのですね、コンテンツ、毎月毎月、メンバーさんに提供するコンテンツをどういうふうにして調達するのか、どういうふうにして開発するのか、もちろんですね、この企画においても、毎月メンバーさんに提供していただくコンテンツっていうのは、あなたが用意するわけです。私ではありません。ただしですね、あなたがどうしたらそれを作れるのかといった、まあ、支援ですね、これを行いたいと思います。まあ、あまりですね、負担に考えずにですね、最も低価格の会員制といえばですね、有料メルマガがあると思うんですよね。有料メルマガっていうのは、毎月お金をいただいて、まあ、メールを送信すると。そうすることによって、会員制サイトを用意する必要もなく、まあ、非常に手間暇、いらずに、提供できるよと。その延長で考えればですね、何らかの情報をですね、毎月、メンバーさんにお届けするといったところから始めることもできますし、もうあなたがすでにですね、まあ、商品を生み出す体制を持っているなら、それをいかにより効果的にですね、毎月のコンテンツにしていくのかと。あなたの状況に合わせてですね、まあ、最善の方法、そしてあなたが取れるオプション、こういったものをアドバイス、マンツーマンでアドバイスをしていきたいと思います。まあ、とにかくですね、一つのクラブっていうものをスタートすればですね、もうあとはですね、いくつでも切り口を変えて、あなたのクラブっていうものを増やしていけると思います。もうこれまで私、メルマガでも何度もお話ししましたが、まさに今年がですね、パーペチュアルクラブの復活なんですね。
もうこれからクラブっていうものは、また非常に安定したビジネスモデルとして、まあ、売れていくという見通しが非常に、まあ、高いです。ですから、このチャンスを逃さずですね、ぜひ考えてみたらいかがかなと。もしあなたがまだ何も、例えば商品がないよっていう時でもですね、そこから一緒に考えていくと。もし、例えば、何らかのレポートを提供したいよと言えばですね、私が今回別のコースで提供している、まあ、商品があります。そちらはレポートからスタートしてですね、マルチメディア商品等を開発していくという、まあ、トレーニングパッケージになっています。そちらもですね、マンツーマンで私が、まあ、アドバイスさせていただきます。クラフトマイグッズ2018ですね。まあ、こういったものと同時並行してですね、行ってもいいと思います。まあ、とにかくですね、2018年において会員制をやらないっていうのは、もうこれ、明らかにチャンスを逃すんですね。ですから、まあ、この日、この動向をですね、もう遥か前から私としては掴んでおりましたので、インナーサークル、そして、コンテンツミル、コンテンツラボ、そして、最高峰のブレイナーズビジネスクローン、こういったものを、まあ、提供をしていると。あとはインターネットビジネス、インターネットコンサルティンググループですね。もう複数のクラブをもうすでに立ち上げております。すべてパーペチュアルになっています。こういった経験からですね、ぜひあなたもですね、第一歩を踏み出したらいかがかなと。はい。最近の、まあ、トレンドっていうのはですね、チートシートっていうのもあるんですね。もう A4 1枚ぐらい、そこにですね、何らかのテーマを簡潔に処理することができるリソース情報をただリンク並べていくんですね。これが売れてるんですね。はい。こういったものであれば、例えば毎月あなたは何らかのテーマに沿った、まあ、リソース情報をテラ1枚で作ると。そしてそれを毎月、低価格で、まあ、提供するよといったことも可能になってくると思います。ぜひですね、どのような、まあ、会員制、ビジネスを行うのか、そういったコンサルからですね、具体的にメンバーエリアの構築、そして、まあ、その構築方法、そして、コンテンツ、どのようなコンテンツを提供していくのか、その開発の支援、こういったものをですね、総合的に、行っていきたいと思います。サポート期間はですね、2018年1月から12月、1年間です。この1年間で絶対確実にですね、あなたの会員制ビジネスをローンチさせていただく支援をすると言ったのがですね、キックスタートマイクラブ2018となります。ぜひですね、5名様枠ですので、お早めにご参加ください。はい、ありがとうございました。